エディアカラ生物群、原生代後期のクライオジュニアン期に続くエディアカラ期、約6億3500万から約5億4100万年前において地球史上最初の大型の生物化石が産出します。大きいものは数十センチメートルから1から2メートルというそれまで見られないスケールのものです。オーストラリア南部のエディアカラ丘陵で発見されたこれらの化石は、そのサイズと多様性、そして多量に産出することが大きな特徴で、エディアカラ化石群またはエディアカラ生物群と呼ばれます。同時代の地層が分布するロシアの白海沿岸、カナダのニューファンドランド島、アフリカ南部のナミビアなどでも同じ化石群が産出することが知られています。カナダのニューファンドランド島では約5億8000万年前のガスキアーズ氷河時代のすぐ後の時代の地層からエディアカラ生物群の代表的な化石の一つであるチャルニア・ワルディが初めて産出します。これらの生物は硬骨格を持たない軟組織のみからなっており、通常であれば化石として存在されにくいはずなのですが、海底の乱泥流に一瞬で飲み込まれた結果、運よく保存されたようです。他にも特徴的な形態の化石がいろいろと発見されています。例えば平べったいエアマットのような形状で最大 1.2 メートルにも及ぶディッキンソニア、収縮する糞のような器官を頭部に持つ体長数十センチメートルのキンベレラ、円形の体がいくつかの節に分かれているヨルギア、葉っぱのような形をした最長2メートルに達するエディアカラ生物群最大のチャルニアなどが代表的なものです。ただこれらと原生生物との系統関係がどうなっているかについてはよく分かっていません。エディアカラ生物群は大型で明らかに多細胞動物のように見えるため、動物の祖先にあたる可能性が考えられます。その独自の形態からどの原生種とも近縁関係のない絶滅種であるという考え方もありましたが、少なくともその一部は海綿動物や脂肪細胞だったのではないかと考えられるようになりました。前述の肺化石からつながり、その一部は次のカンブリア紀に起こった動物の爆発的な多様化を経て原生動物につながっているのではないかという考え方です。そして最近ついにエディアカラ生物群の代表的な化石の一つであるディッキンソニアから動物である証拠、バイオマーカーが発見されました。エディアカラ生物群は一部はカンブリア紀まで生き延びていますが、多くはエディアカラ期末、すなわち原生代末に絶滅しています。絶滅の原因はよく分かっていませんが、地球環境変動のほか捕食者の出現によるものではないかとする仮説が提唱されています。補足。多くのものは原生の生物どころか、その先のカンブリア紀との生物の関係性ですら不明である。非常に原始的な動物やエディアカラ紀のみに存在する全く別の生物群などの説がある。またエディアカラ生物は全て海洋生物という説が最も有力であるが、一部の種類に関しては地衣類、藻類、真菌単細胞生物の群落陸生のものなどの
一説もある。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。